馬皇后は中国名の初代皇帝、主元祥の皇后。黄金の乱で頭角を表した各故郷の幼女である。主元祥が各故郷の元に身を投じたとき、各故郷が主元祥の人物を見出して、気に、入り、幼女である場所を与えて結婚させたという。彼女は、献身的な女性で夫を内助の功などでよく助け。 再疑心の強かった主言章も彼女だけには心を開き、深く愛したと伝えられている。1368年に民が建てられた後、馬氏は皇后に削立された。慎み深く失踪だった彼女は皇后となってもおごることがなく、贅沢もほとんどしなかったと言われている。このため、周囲から人望があり、皇帝になって逆に再疑心を増大させ粛清に走り出した。 主現章を時には支え、時には還元したと伝えられている。主現章も、彼女の言うことだけは、無視できず、よく聞いて、自らの過ちを認めていたという。1382年、夫の主現章に先立って病死した。主現章の悲嘆は相当なもので、しばらくの間は身も大して同国し、立ち上がることすらできなかったという。調議も行えず、 その間の決裁はすべて官官や助官などの側近が取り継いでは処理せざるを得なかった。その後、皇后を考え寮に埋葬して、皇治皇皇后と送り出した。埋葬から一年が経過し、霊部の長官が天下に皇治皇皇后の一周期祭祀を行わせるべきですと主元章に上奏したが、主元章は彼女のために祭祀を行えば、 天下の人への負担となる。それは、皇后の思いに反することとして許可せず、ただ何もせずに年を過ごしたという。代わりに、宮中では、馬皇后を忍び称える歌を進化たちがこぞって、作らせ、歌っていたという。実施は、皇守二人のみで、巫女たちは、他の妻の子だが、正当性を強調するために、馬皇后のことされた可能性がある。ありがとうございます。